ビルヘルム・ハインリ・ヒリールビルヘルム・ハインリ・ヒリールは、ドイツのジャーナリスト、小説家、民族学者、歴史家。旧ナッサウ公領のビーブリッヒに出生。父は、ナッサウ公の城の監督官で、息子を、視察旅行に同伴させた。ビースバーデンのラテン語学校を経て、1841年には、バイルブルクのギムナジウムに進学。 1843年まで、マールブルク大学、チュービンゲン大学、ギセン大学で進学を学んだ。その後、ボン大学で、エルンスとアルント教授に出会い、哲学、歴史学、美術史へと志望を変え、1841年からは、フリーのジャーナリストとして、経済、教会政治、林業と農業について、記事を書くようになった。 1848年から1851年まで、フランクフルトアムマイン、カールスルーエ、ビースバーデンを活動の本拠地とし、ビースバーデンでは、宮廷劇場の音楽監督も委託されている。1851年から1854年までは、アルゲマイネツアイトゥング神の編集者として、アウクスブルクに居住し、古いドイツの都市生活への興味を強めた。 1854年、バイエルン・オー・マクシミリアン2世に招かれ、ミュンヘン大学の国家経済学部の名誉教授に任命された。1859年に、ミュンヘン大学の文化史と統計学の教授を拝命。イギリスの歴史家ジョン・イー・アクトンが、リールの文明史講義に出席し、その印象を書き残している。1862年に科学アカデミーの一員となる、 1885年に、バイエルン国立博物館、及び、バイエルン州のモニュメント、骨董品の管理監督者となる。74歳で、ミュンヘンに没した。リールによると民族学は18世紀に創始されたものだが、その材料は、歴史と同じくらい古いという。すなわち、ホメーロス、聖書、ヘロドトスは、民族学にとっての鉱山にあたる。 歴史学の主張、ドイツ民族の自然史は、人間が与えられた限界の内部においてのみ、発展できることを示そうとしている。リールはドイツをその自然条件によって三つの地域に、分かち、習慣、土地の利用、移食住、信仰にさえ現れる際を指摘した。リールは、民族学を、グリム兄弟とその弟子たちによる。 神話学の方向ではなく、現実の様態に重点を置くべきであるとして、名指しこそしなかったもののグリム兄弟を批判した。その集約的な表現は1858年の講演、学問としてのフォルクスクンデで、ドイツ民族学の中で20世紀に入ってから絶えず、帰り見られる重要文献となり、また曲がり角のたびに、リールに帰れが叫ばれてきた。 もっともリールの全体像が主級的であるとの批判も消えず論争の的になることもたびたびであった。いずれにせよ、リールはグリム兄弟流の民族研究とは別の立脚転えに指標となってきた。さらにリールは音楽批評家でもあったので、音楽が視野科学と同じように文化の大きな要因であり、音楽形式の進歩が ドイツ人の感情の歴史における問題を解決すると論じた。彼は国家という要因には比較的に無関心であり、ハインレヒ・フォントライチュケのような国家主義的な歴史家からはサロンの分泌業者と軽蔑されることとなる。リーールはフォルクスクンデを国家学であると評榜していた。 バイエルン国王マクシミリアン2世がリールをミュンヘンに呼んだのも、そのドイツ地域の国家構想のオピニオンリーダーの役割を期待したためであった。リールは、ドイツ地域は、自然、歴史、伝統から、北部のプロイセンなど、南部のオーストリア、そして、バイエルンを含む中部の三分割が自然なあり方で、あることを説いていたからである。一方、 文化史屋のゲオルク・シュタインハウゼンは、ヤーコプ・ブルクハルトや、グスタフ・フライタークよりも、庶民の生活を描写するにあたって、リールが優れていると主張する。小説家としてのリールは、最も平凡な地方や人々に着目して、意味を見出し、歴史の大きな変わり目にあたって思いがけない出来事に、見舞われる庶民を好んで描いた。翻訳としては、リール作品集がある。 ありがとうございます。